あいにくの雨。先ほどの村の者たちは嵐が来ると言っていたけれど、彼らは嵐よりも奴らの襲撃を恐れていたわ。さっさと始末をつけるべきね。コナン島、遠くに見えるあの塔が奴らの根城ですな。あのような拠点を手中に収めるなんて、マイクランもただの野党ではないわね。数百年前、この近辺は大規模な戦場でした。北方の民の信仰が最も盛んだった時代です。その頃にあの塔は監視と防衛の拠点として建てられた。攻略には骨が折れるでしょう。さすがはギルベルト殿、詳しいのですね。確かあなたは王国の出身だとか。すでに故国を捨てた身ではありますが、もし何か質問があれば答えましょう。ゴーティエ家は古くから紋章の有無を特に重んじてきた家。ゴーティエ辺境伯には二人の霊族がいますが、上の子には紋章が現れなかったのです。彼が家を出奔し、このような行いに走った理由もどことなく想像がつくというもの。紋章に人生を決められるほど虚しいことはない。ギルベルト殿はそうは思いませんか。彼もまた運命の犠牲者なのだと。そして女神に見捨てられた男を殺すように命じるのもまた女神なのでしょう。僕の気配が濃くなってきました。そろそろ最上階なのでしょう。逃げ場がないなら好都合ね。追い詰めて一網打尽にしましょう。私の力見せてあげる。先生、奇襲有利思います。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私に任せてください。焦らず戦おう。おっしゃ、行くぜ。行きます。戦いの空気、舞台に上がるより緊張するよね。あれ、でも、おやっ、いい働きね。この程度では満足できないな。急げ。開花から新手の敵か。背後にも気を配らねばならんな。
負けられんからな。私はまだ許されてはいない。今は引こう。実力のうちだぜ。あれ、俺はまだまだ強くなれる。やっ、勝利、皆の心燃やします。戦い、身も心も強くします。この経験は糧になる。みんなで強くなろう。助かる。you
追い込まれたくないわね。これでいいだろう。ありがたい。強っ。この策にかける。これで戦える。悪いな。私の力見せてあげる。
俺の活躍。すみません。私の力見せてあげる。貸しにしておいて。あいつらを挟み撃ちにしてやる。私の力見せてあげる。負けるはずもないわ。先生、奇襲、有利思います。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。焦らず戦おう。おっしゃ、行くぜ。戦いの空気苦手だ。舞台に上がるより緊張するわね。私に任せてください。
ける。えい、敵対の指示を。どうした。じい、私、強いのよ。伸び悩む。この一手だ。理解したわ。私に挑んだのが間違いだったな。行きますか。ままなら。この程度では満足できないな。貴族にとってはと。
面と行こう。負けるつもりはないわよ。追い込まれたくないわね。なる者の力見たか。私の力見せてあげる。私に任せてください。焦らず戦おう。おっしゃ行くぜ。この策で行きましょう。まだ道は長い。加減すべきだ。一歩前進。思っていたい人生だったのに。先生、奇襲、有利思います。勝利、皆の心燃やします。我が名は
フェルディナント・フォン・エーギル。少し空気苦手だ。ありがとう。最後まで飽きなきゃいいけど。舞台に上がるより緊張するわね。助かったわ。行きますか。センス。よっ。限界が近いかもしれません。私に任せてください。協力すればうまくいきます。恐れおののくがいい。
だまだ止まらねえぜ。いい働きね。寝てた。撃って誇るほどの敵ではありません。全てはエーデルガルト様のため、エーデルガルト様のためにも力を。焦らず戦おう。一つ。
し。するわね。助かるよ。感謝しよう。戦いの空気苦手だ。ガキの分際でやるじゃないか。
お主、そやつのような相手と戦うのは初めてじゃな。わしの話を心して聞け。そやつは魔なる力を極に蓄えておる。人とは比べ物にならぬ生命力を持つのじゃ。一度と言わず二度三度と打ち倒す心持ちで挑まねば倒すことなどできまい。追い詰めたとて油断はせぬことじゃ。命に陰りが見えた時こそそやつは厄介になる。あの障壁が見えるか。溢れる力をまとっておる。壊さねばそやつの命には届かぬぞ。有効な攻撃や計略を当てればより早く障壁を壊せよう。それに障壁を壊せば溢れる力が行き場を失い、そやつは混乱するじゃろうな。立ち直るまでろくな反撃はできまい。まさに攻め時じゃな。障壁をすべて壊せばそやつは混乱するにとどまらず、しばらく動けなくなるじゃろう。力を身にまとえず障壁も復活せぬようになる。さらにはそやつの身から何か得られるやろな。強大な存在ゆえ人一人を恐れなどはせぬが、騎士団ともなれば話は別じゃ。計略で攻撃すればそやつの気を引ける。うまく相手の狙いを誘ってやるがよい。力をため始めたら警戒するのじゃ。そやつの渾身の一撃、被害は一つところにとどまらぬ。そやつに余力があれば障壁も復活しよう。気を抜く暇などないからのお主。計略で狙いをずらすか、攻撃の前に倒すか、何にせよよく考えて動くのじゃな。今はわしの話よりそやつとの戦いじゃ。聞きたいことがないならとく戦え。これが猛将に人生を狂わされた者の末路だなんて哀れね。せめて私たちの手で彼の苦しみを終わらせてあげる。私に任せてください。おっしゃあ行くぜ。引きこもっていたい人生だったのに。我が名はフェルディナント・フォン先生。奇襲、私の力見せてあげる。引きこもっていたい人生だったのに。舞台に上がるより緊張するわね。ありがとう。助かったわ。戦闘するんです。私の力見せてあげる。私に任せてください。行きますか。焦らず戦おう。先生、奇襲、ユーに助けがいる。一計案じます。その身で学べ。空気、
苦手だ。おっしゃ、行くぜ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私の力見せてあげる。おっしゃ、行くぜ。策なく助力です。まどろっこしいが仕方ねえ。焦らず戦おう。やっ！急いでるの。崩れて中からマイクランと槍が。終わったようね。槍を回収して引き上げましょう。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる。覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。
下の塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への、紋章を持たぬ者が震えばマイクランと同じ運命をたどることもあるでしょう。ですがあなたには天帝の剣を振るう資格がある。そう憂う必要はありません。槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際翌節の課題を伝えます。大司教殿は先生の働きを喜んでいたかしら。破裂の槍は返してしまったの？先生、ギルベルト殿から聞いた話を覚えている？ええ、マイクランは紋章を持たぬがゆえに家族に見捨てられ、俗に身を落とした。けれど、やがて族の頭領としてのし上がり、ならず者をまとめて砦のダッシュまで。彼の行いの善悪はどうであれ、部下を指揮する能力は確かだったわ。一軍の将として兵を与えればさぞ活躍したはず。もったいないことにね。確かに紋章を持った者は魔道に優れるし、何より英雄の遺産の使い手になれる。でも為政者や将としての器は紋章の有無では測りきれない。紋章を持たないけれど有能だという人間はこの世に吐いて捨てるほどいるのよ。紋章が女神より与えられし力でフォドラを治めるに必要なものという考えがあるから。でもその紋章こそがこの不平等で不条理な世を作り出した原因。一部の者だけに紋章という力を与え、その力でこの世を支配させようとしている。先生、あなたはこうは思わない？女神や紋章が全て消え、己の力のみにより人々が立つとき、初めて人の世が来るのだと。エーデルガルト様、あの教師に情報を与えすぎなのでは？そうかしら。そうね、そうかもしれない。なかなか得難い人材だというのは私にも感じられますが、天帝の剣を使う時点で危うさの方が勝っているでしょう。前に言ったわね、私には力が足りないと。あの者たちに借りている力を先生が代わりに追ってくれるのなら、
それがいいと私は思うのよ。危険な賭けですな。私は私で手を打たせてもらいますゆえ。それでは失礼します。私にはわかる。一人ではきっと何もなせない。決意や執念だけで前に進めるほど私の道はなだらかではない。この手をあの人に差し出すことは賭けなのかしら。お父様、私は止まらないわ。後悔も悲嘆も何もかもをあの闇の中に捨ててきたのだから。さて、難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き、英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り、天帝の剣を使いこなせているようですね。さて、翌節の課題について伝えますが。大司教。セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？心当たりは全て探したが、どこにも姿がないのだ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。